WFM ラボード当社の組織では市場の盗撮を得て効果的に競争しお客様により良い商品とサービスを提供することの重要性を認識していますしかし競争相手と価格や商業的に敏感な情報を交換することはハントラスト法を違反し競争をオーバーなう可能性があります WFM ラブスコミュニティ内の情報交換が適切で競争を促進することを保障することがハントラストリスクを避けるために不可全です これには、顧客価格などの敏感な話題の議論や調整を避けることが含まれます。ベンダーへの支払い価格、従業員への報酬、または占有情報、詳しい情報が必要な場合は、FTC と DOJ が示すガイドラインを参照してください。競争借金の協力に関するヘントラストガイドライン、さらさり WFM ラブズの会議は録音されています。会議に引き続き参加することで、録音に同意することになります。 そして最後に全ての参加者に行動規範の確認と損守をお願いしますありがとうございます。 前は、まあ、テッドランゴです。WFM ラボに所属しています。今日は迅速な30分間のセッションを組み立てたいと思いますあ。ここでカバーする内容がたくさんあるので、かなり早く進むつもりです。しかし、最後に QA を持つ予定です。もしあなたが質問があるなら、 何かを詳しく知りたいなら18時30分以降に待つと、私は皆さんが帰るまで開けておきます。ここにいてください。私はすぐにチャット g p t についての簡単な紹介をします。私はすぐにいくつかの設定を待っていきます。そして私が約束したのは、チャット g p t を使う方法についてのいくつかのハックです。これはどんな経験のある人でも、もしあなたが初心者であればです。大きな言語モデルのためです。 アンニカル・ララスレインショニアを、それをかなりシンプルに保つように染めます。だから飛び込んでみましょう。ここにはたくさんのことをカバーする必要があります。ちょっとだけ AI が初めての人たちに、うん、大言語モデルがかなりミアラーから存在していますと説明しますあの。これは実際には新しい技術ではなく、私がそれを追っていた、おそらく過去15、20年間ですが、 あそれは本当に50年代のアランチューリングから始まりました。ジキさには1950年代、マカバに起こります。彼がこのチューリングマシンの概念を思いついた30秒、そこから私たちは前進しました。何十年もの間。最初のチャットボット、私はこの小さなのが大好きです。私もソースをンアストワさんと会いしますが、最初のチャットボットはその仕事が面白いです。実施に展開されました。1 9 60年代、マカバでした。1 9 n 6年でした。その名前はエリザーでした。それは心理療法士の チャットボットトボでした <まだ S 1> それれを見つけてくださいこ,これはロジャース心理療法に基づいていて、あなたがどう感じているかをき聞きますあ。あなたは優遇に感じていますかそれは戻ってきて、なぜそのように感じているのかを尋ねます。それは、見んなの意はまだ存在しています。 それで遊びに行くのはおもろいですね。10年代に始まったそのギズリー、60年代にはシェイキー・ザ・ロボットのようなものもありました。そして私たちはこの期間に入りました。いわば AI のフルの時期。あまり何も起こっていないところ。 70年代と80年代でした。90年代後半から2000年代にかけて、ぬぼが再び盛り上がりを見せ始め、多くの方が覚えているでしょう。思い出してください。ケンジェニングスがワトソンと対戦して、ワトソンに向けました。あれはワイブル・ゼイのジェパディです。皆さんはシリア、アレクサ、そしていろいろなボットに目出しんでますね。 見ていないなら、アルファゴに関する素晴らしいドキュメンタリーがありますと私はやめたいです。16年にリセイドルと対戦したアルファゴはあディープマインドによって開発されたもので、よろし利しましたリーサ・ダルという人物は、雪の世界チャンピオン、それははるかに複雑なゲームです。コンピューターが初めてチェスで誰かに勝った場所という点で、チェスよりもあ最後にあ、または最近の時代では、 実際、これは2015年から2016年の後半に、OpenAI という会社がパートナーシップを結んだことにおります。マイクロソフト、イロン・マスク、サム・アルトマンとともに、グッズ・ルーブル、サグマ、ラック・コン,パーシャンオープシンオ OpenAI を設立しました。2018年に、彼らはジョノバージョンの ChatGPT、GPT1 をリリースしました。それは約1億 200, 2000万のパラメーターで訓練されました。そして彼らは続けました。2019年は ChatGPT2、2022年、 2022年の終わりには11月に ChatGPT3 があります。それはほぼ1年前に本当に始まりました。人々の忠義を引くためですね。そして3月には、今日ここで経点を挙れる ChatGPT4 をリリースしました。ゲームを本当に変え始めたものです。大きな言語モデルの可能性に人々の向きを開かせました。たくさんの用語を意味にしますので、それらを整理するためにテーブルを設定しようと思います。Google のバーチャット g p t のようなことをダウインクでしょう。 アントロピチやクローデのようなものを身にするでしょう。そこにはいくつかのモデルがあります。私が思うにとも話題になるであろう2つが、そして少なくとも近い未来は、オープン AI とマイクロソフトのギャノコの関係とチャット GPT です。これが今日私が共有する。はそれはあなたがそれらを異なる空間で使用できないという意味ではありません。モアさんもしかしたら Google のバードを使用しているのかもしれません。彼らの検索エンジンを通じて、Google は少しキャッチアップしてます。 チャット g p t は2016年にマイクロソフトとの強力なパートナーシップを結び、このプロジェクトを再開しました。現在のところ Google はバードをリリースしていますが、私は重点を置いています。チャット g p t 自体のハックについては、あ毎日そのままなツールが現れるだけでなく、あ急に使用している可能性があります。 それらは、アドビア、フォトショップを通じてなど、さまざまな方法で、グラマーリ y のようなツールを使用する場合、一部モーのンーのワクサン、メは直接チャットインターフェースを使ってます。他の人たちは、あなたが知っているように、 美術品、視覚的なものがたくさん。だからそこにはたくさんのものがあるんだけど、ここに挙げたハックについて言いたかったんだ。そして私がどこに焦点を当てているか。実際にはチャット GPT についてです。それがあなたの会社やあなた自身が結果として出るというわけではありません。OpenAI を使用していますが、それは私が理解をしているということです。ほとんどの人がそのマイクロソフトとのパートナーシップを通して、何らかの形でチャット GPT に触れるでしょう。 つまり中立は世間や見ているのはチャット GPT ですし、うん、ピアウが見ているバージョンはチャット GPT4 ですね無料版と有料版がありますシャカオーガー多くの人々が無料版で遊んでいたことを知っていますユートーリチャーラーナでは GPT4 とのチャットにアクセスできますこそこがこれらのハックが集中する場所ですだからついてきてこれらのハックセッションをもっと見の いますえー、と本当にこれらはこのチャット GPT フォントを約20ドルを払って入手することに基づいています。そこにいます。私はそれがあなたが支払うことができる最高の20ドルだと思います、ね。あなたは多くを学ぶことができると思います。例えば、ー日の終わりにそれを使わない場合でもチャット GPT については学べることが非常に多いです。 今日話す内容、つまり私たちが直面するハックの一部について語ります。セットアップするために、もしあなたがキャラクターを使用している、またはチャットにいるなら認識すべき設定があります。先ほにはこれらの三つ、これらの省略記号のようなものがありました。この,下のこれら。 3つのペンはあなたがクリックするとあなたがアップグレードしなければならないプランが表示されますチャット GPT プラスをクリに入れるためのあ20ドルを使うことをアップグレードしますいくつかのカスタムインストラクションと SVT があります私たちは追加のハックセッションを行うのであや設定自体についてすぐに触れるつもりですこれらの設定が正しくオンになっていることを前提にしています 設定をクリックするとあ一般設定が表示されるウィンドウが開きます非常に重要で<あ>ダックテーマを持ってる必要があります余談ですよそれはただ私の好みですあ私はライトテーマよりもあーダックテーマがあー好きですそしてあなたはまたチャットをすべてクリアして戻ることもできますーデータ制御セクションがあります、うん、あなたがあなたがチャットルライクを共有したい場合今後のモデル訓練についてはこれをオンにします チャット GPT4 とチャットしたい場合、そしてあなたのチャットをしたくない市販外、これをオーバーによし、将来の逆襲のためにこれをオフにする必要があります。ここには他にも探索できる機能がいくつかあります。 ここで重要なのはこのベタ機能です。結局のところ、ここで紹介するあいくつかのハックやトリックを活用したいなら、これらすべてをクリックしたくなるですよ。基本的に ChatGPT4 にはインターネットをブラウズできるようにしたいです。プラグインを有効にしたい場合はします。まあ、次に行うセッションではあ、プラグインとこの高度なデータ分析セクションに注点を置きます。 ボルアプリアン・エノシアン・マークを主にするかだ、チャット GPT4 の可能性を最大限に引き出すことができます。高度なデータ解析部分では、実際にチャット GPT に直結ファイルをアップロードして、作業を開始することが可能です。あなたがここでトップのすべての機能をオンにしたとき、 ナビゲーションの観点からあ,あなたは2つの異なるチャットモデルを見るでしょう。再びた私はチャット GPT4 に拠点を与えます。6時30分後に人々が違いを探りたいと思う場合、 アンペンで o と g p t 4について話すことができますが、ここから先は進んでいきます。今夜はカバーしないけれども、この Bing でブラウズ、ここで非常に重要なのは、高度なデータ分析とプラグインですパイ。これらの機能を有効にすることを忘れないでください。一度これらの機能をすべてオンにしてから、ここで見ることができるようになります。これらの機能はこのワンカーで利用できます。 再度、かなり裏く進んでいますが、設定についての質問があれば、それについて話し合うことができます。ここでは6時30分に、これらは将来のセッションで有効にすることが重要な設定になります。 では、今夜ここで話す内容つまり本当にあなたがすることに少し深く入ってみましょう。チャット GPT と対話したい場合、メッセージを送信する必要があり、プロンプトを入力する必要があります。ガーシュプロンプトエンジニアにお持ち帰ってくるかもしれない。その日のセンワーニュースでダチュストを入力するかは、GDPR をしゃるくするためのものです。私たちにガイドしてください。私たちは多くの場合、これらのマルチタンの会話を行います。それは、私たちがプロンプトに何かを入力するということです。例えば、私は論文を書いて、 います、uh, コールセンターの立地率について調査したいのですが、私に2つの段落を書いてください。そして、ボットはヨーダを返します。確かにここには、uh, その論文自体にゆる2つの段落があります。でチャット GPT ではどのように見えますか私は論文を書いてますそれはただパラグラフ自体を返すだけです。 結局のところ、これが人々が始める一般的な方法です。チャットボット自体との関与についてですが、本当はまだ始まってさえいません。ボットの背後にある理由を買っています。あななたたがだだ会話を戻してるだけならば えそれは面白いかもしれません。あなたはそれから価値を得るかもしれませんが、あなたは本当にこれから得られるすべての価値を引き出すことはありません。一日の終わりにあなたは外に出ても,っ,てもっと学びたいというように言うかもしれません。チャットボットとどうやってエンゲージするのか、あーたくさんの方法があるのを見るでしょう。 プライミング、裕ショットとゼロショット学習、ロールプレイ、意見に基づくプロンプト思考の連鎖的なプロンプティング、いくノーショーン終わりには、ね、あなたが使用できる複雑な方法がたくさんあります。その役割をどのように扱うか教える。目標、文脈、パラメーター、あなたが最終的に考えなければならないすべてのこれらの式では、明確さ、方角性、地調性、アクション、地調性、プロンプトについて知っていますか あなたがシンプルなシナリオベースのプロンピーユートのようなものを追求したい場合も、プロンプト自体を考え出すのに15から20分かかることもあります。サンあかーに多くのをるものだと思います。<noise> このツールが実際にどう機能するのかを理解することから。 私が言ってるのは、これらの詳細なプロンプトを学びに出てくるなということではありません。しかし、y 日の,の終わりには、これらのハックを使って示してみることで、チェックからさらに奥を得るようにする短時間の方法があります。すぐに GPT に。ですから、最初に話すハックは、意を書き始めるというのではなく、研究したいと思うということです。コールセンターのリチリを検索中心に書かせてください。段落 n 実際にはスクリプトを入力します。 ここでメッセージを送信するセクションに移動します。 必要なものをタイピングする前にそのスクリプト自体私はそれを1個プレイ指導のためのスクリプト話されたプロンプト構造化コマンドと呼んでますそしてパーソナタスク事項派生物それは長い頭文字オのようなものですとても複雑なためそれは私が事前に与えている一連の知識です時間ですこれら全ての知識を学ばなければならないのではなくチャット GPT にプラグインできるたくさんおスクリプトが あそれは間切できるようにするものをは見てあ,あなたがニオメールを目指しているのか,か、なぜそれを目指しているのかを知ります。これらのスクリプトの一つをただ引き上げるとしたら、それは長い。これは特定のモデルを取ると言っている人々が遊んだものの意味不明なアグノリストです。それはずっと続きます。私は行くつもりはありません。 シア・カスター・ア・イムセン・ルド you know ・バダ・シプン・ンロン・ング・スクラップ・ワメオ・チャット・ GPT に入れることができます。知識のセットを入力するだけでなく、非常に大人る方法で、これをスクリプトされたプロンプトと呼んでいます。うん、最初に入れるものです。実際に GPT チャットを開始する前に、 あなたの議論自体について、ユチニスの終わりにその知識を入れると、チャット GPT はそれを認識し、戻ってきて、はい、とおります。突然、私は、オマラさん、あなたは、あなたは、 私は全ででそのことを,を言うことははきませんいや私はおねら、あ,あなたの全知の学術研究アシスタントで、あなたの専門性に合わせて提供することを運命づけられています。そして、私的な探求です。頑丈な認知のアーキテクチャで進行します。アクロニム、チェワルハガルな関係を辿っています。学術研究のスクリプト。だからこれはです。それは知識のセットです。それはチャット GPT の心情におきます。 彼ら自身が外出研究助手であること。だからそれをやった。私は言った。アナあの、BMB はチームにあなたの知識があります。ガークチュアブローキスサーズ。違う、論文を書いている場合それは、コールセンターの立成について調査したい。私に二つの段落を書かせてください。返ってくるレスポンスのシットタイプは、ただ、 と全く異なる場合があります最初にそれを開始するように流します、うん。それは通過し、知識を受けた後に移動を提供します。専門家の役割、ある、この特定のケースでは、研究専門家、あなたが尋ねている質問に対して、うん、だからこれは本当にダイナミックを変えるハックナンバーワンのようなものです。 どのようにエンゲージするか。これらプロンプローチェーン、スクリプト化されたプロンプトです。基本的にチャット GPT をプライムするために。それが果たした役割に入ることです。あ,あなたはそれに学術研究者の役割を果たしてもらいたいですかそれともデジタルマーケティングの役割を果たしてもらいたいですかそれをプログラムとして機能させたいですか私は WIFM ラボのコミュニティページにいくつかのおを決済しました。今夜だけで、 3つか4つを入れました。これらを確認し、基本的にシードするための新しいセクションを開始しました。これらの知識で GPT にチャットしてください。それがハック番号1です。しかし、正直に言ってハック番号量は私にとって100倍重要です。これはカスタム知識と呼ばれるものの仕様です。 これらのカスタム知識を使用するときに、またはそれらのドットをクリックしてカスタム知識をクリックすると、多くの人々が存在を知らないチャット GPT のボックスが表示されます。これらのボックスに入力すると、最終的に そして最終的にはあ、あなたが知ってるように、これは私が最初に試したスクリプトさえ超えるずっと強力なものです。あなたは ChatGPT に何を知ってほしいですかあなたがより良い反応を提供するようにということです。あ二つ目のボックスは、あなたが ChatGPT にどのように反応してほしいのか とということですだからこの上のボックスは本当にあなた自身のことです。あなたがどこに住んでいるのか、誰のために動いているのか、どんな趣味があるのか、あの何について話したいのか、何が目標なのかなど知ってますか。あなたが入れたいどんな文脈も入れて、いいもし、ウィグウォード以外の趣味や興味に関連してチャット GPT を使いたいなら、それについてパラグラフを打ち込んでみてください。もうファージャス・るィルタンデミ・ソンブー・エイムズでチャット GPT を活用したいのであれば、教えてください。俺は何が具体的に何にするかな何を知っていることですそしてそ私は話しますそのセクション、そして すぐにここで。 あなたが GPT チャットにどのように反応してほしいかについて、上部のセクションには、私がテッドランゴシーズンコンタクトセンターのプロフェッショナルであることを記載しています。ドラッキレコード・ストーあなたが知っているようにできるだけ多く投入しました。私がチャット GPT を使いたいと思った方法について、これはチャット GPT がどのように動作するかに大きな違いをもたらします。あなたと一緒に動きます。それでは一瞬時間を取り、あ,あなたの役割に関連してチャット GPT から何を得たいのかについて一段落考えてみてください。あなた。その後半は本当に私 私が思うにここでの究極のハックのハックですこれは私がオンラインで目つけたハックですではそれに対して何のクレジットも取りませんそれはこの教授のシナプスハック自体、うん、専門家エージェントの知事者として行動します この目授業、中順を取る、シェー、ムを始めるために毎回プロンプトするのではなく、uh, like, g p t をしてます。Uh, これらの知識をすべての会話に使用することで、 ウォルデルシャーク・タカウリ・カシ,シチャットを始めるたびに、uh, 例えばチャット GPT にシナプス教授として行動するように、uh, 知識します。プロフェッサー・シナプースは、um, シンジが変数を使用して考え出した非常に気合いプロンプトです。チャット g の方法を変えます。BT が対話しています。ダイアログを進行させている最中です。私はこれを分解するつもりはない。あなたは知ってます。しかし、これらの小さな派遣があると、一家状況を移る理由、主順を理解するのに行くたちます。再処理せずにチャット g p t を投てきに使う方法、 それに新しい行動方法を伝えるたびにあ、これを入れたら何が起こりますかここにこの一連の知識を配置することで、私はただ最初から始めて、私は研究論文を書いています。コールセンターでの率について調査し、二つの段落を書きたいと思います。それは戻ってきてね、私と言います。こんにちは、テッド。あ私が自分の知識を入れたので、私を認識しています。私はシナプス教授、専門エージェントの知事者です。 これは本当に重要な概念です。では、チェックインアクションにおいて、それはあなたの会話の進行に応じて、他のエージェントを引き寄せるようになります。プロンプトにあるため、最初にやる興味深いことの一つは私に明確化を求めることです。あなたの論文の主な工点は何ですかそれは単にコールセンターのリーチに限定されていますかそれはより大きな話題の一部ですかリーチのどの側面をカバーするつもりですか 特定の方法論やフレームワークを使ってほしい、または避けてほしいものはありますかまず何に拠点を当てたいですか私は続けてしまいます。まあ、私はコールセンターでの立ちを求めます。立、う、ち、ん、の理由に拠点を,を当てたい、そして私はフレームワークを使いたいです。しかしこれらの2つの段落をどう変えるかにペンを試しています。ブログへ、それは続きこれを認めます。 そしてそれは飲みます準備ができていれば、私は z y n a p s c h r を引っ張ります。または専門家のエージェントとあなたをつなげるためです。 それはたくさんのプロンプトを出します。準備はいいですか明確にしていただけますかそれは事件が経つにつれて少し厄介に感じるかもしれませんが、それは会話を行ったり来たりするのに非常に構造的な方法だと思います。だから私ははい、それを進めてください。素晴らしい。あそれは新しい新しいエージェントの専門家、労働力管理の専門家を引き寄せます。そして組織行動。<noise> ステップ1、ステップ2、ステップ3、ステップ4をこのことにより、そしてアンチュラカバネナをビルを特定を始めましょうか。っていいまますすはい、お願いしますそしてそれは続けて、立石の背後にある理由を特定します。成長的な疲労、キャリアの発展不足、知人金これらの要素に基づいて最初のパラグラフを作成し始めましょうか。こちら、カムセ・チョッチ・ストッチ・バラシ、早速始めましょう。それは立石とコールセンターについての段落を書きます。 私これは、あなたが目指しているものに、恵まれまか？何か変更を加えたいですか？私はないいますないいえ、良いスタートです。さあ、次へ進みましょう。そして、その後、うん、別の段落を私に書き起こします。二番目の段落、私は、ね、完璧だと言われます。素晴らしい。あなたの期待に迎えられて嬉しいです。他に何かしたいことはありますか？それが書かれている場所で。 次に取るべきステップを一緒に考えてみましょう。あなたはこれをあなたのパルスに調合したいと思いますかさらなる研究は必要ですか私の2つの段落が PhD の論文のように聞こえるという推しのピアレビューをご希望ですか彼の提案に関乗ってピアレビューについてのあなたの提案は何ですか It's an o t h e a d で研究します。新しいエキスパートと。それは学術的、専門的な書き方のエキスパートを持ち込み、私を持ち行き始めます。目標はピアレビューを行うことです。死の2つの段落について、私は気が変わった、違うことをしようと言った。あなたは知ってますかこれらの2つの段落が正しいかどうか、私と議論してください。すぐにそれは再び自己一決めを開始します。私は ああ、討論と批判的思考の専門家です。これは本当に、本当にパワフルなプロンプトです。そして、それは知識セットに、シードを書くことができるもので、本当に方法を変え始めます。このプロンプト、知識セットに入れること。それを買っていたなら、自費してみてください。ああ、チャット G. P. T. をどのように使用するか、ああ、対話の違いを感じると思います。 だからそれは2つです。プロンプトからプロンプトへ私はそれを呼びます。そしてそれをチャット g p t の知識セットに入れて、再度、そしてそれはな大きな言語モデルをどのように活用するかで10倍強力なツールになります。3つ目のクイックハックは、 スクリプト、スクリプト、話します。ここではスクリプトについてたくさん話しました。ここでフリップするデータがたくさんあります。スクリプトを使うときは、自身のペルソナを変えたいと思うかもしれません。私が ChatGPT にどのように尋ねるよう知識しているか、たくさんのツールがあります。私は t e x t b レ a z e という Chrome のプラグインを使っています。 よくにちがうが終わるとテクストブレイズを使ってスラッシュとス文字を打つだけでそれがプロンプトを呼び出します。またはそれを引くでしょう。死が保存したスクリプトエリアにそれを入れる。あなたがスクリプトをスクリプト化する能力を持っていなくても私たちは全てのトパッドを持っています。これらのスクリプトをメモ帳に保存し、1日の終わりに。 それを探しにだって、はるみて探し出すよりも10倍気立つと思うでしょう。Uh, これらのさまざまなエプロンプト。Um, 私が学んだ一つのことは、ね、これらのスクリプト化されたプロンプトを使う方法はサル多くあるということですが、それは圧倒的になります。Sorry, スクリプトを書くことをお勧めします。 これらのツールの中には、本当にスリックなものがあり、気づくとシステムを通じてプロンプトを押し出す方法を加速している可能性があります。だから基本的にそれは27分間でチャット g p t のための3つのハックです。私は早く進むつもりだと言いまし,ょう言いました。 つ必要ががありますが次の月のためにこれをやろうと思っていますこれらのセッションを毎月1回行います。来月はプラグインに焦点を当てるつもりです。これらのものを使い始めて興味がある場合は絶対にそうしてください。最大20ドルを払ってプラグインを処分に入れてください。私はこの,のテーブルというプラグインに焦点を当てるつもりです。これは本当にクールなプラグインで、 Um, あなたのデータ自体です。美晴らしいことを始めることができます。テラスノーベルデーでカントを取得することができます。ウォーストブダメンにも捉らやす必要はありません。自体 これを入手をすると ChatGPT と一緒に本当にクールなことができます。これを使ってデータを取り込むことができます。それは GATS よりはサンプルデータであっても構いません。今まで見たことのないようなデータ分析をしてみてください。これは本当にすごいです。データ分析だけでなく、より深く理解するための強力な方法です。Python プログラミングは私たちの専門です。 プロググラミング私はプログラマーではありませんが、Python のスクリプトを書いて実際に、ただノータブルに接続された ChatGPT を使用して、これ、これ、データ分析やプログラミングを基本的に行うためのノートブックの観点から、それではあ、あそれで以上です。28分間でそれを話し終えたとは信じられませんが、 ここで 3hacks を聞いてくれてありがとう。この時点で、たびこんにちは。WFMLabs の Tido r a です。チャットを見てくれてありがとう。GPThacks で何か質問があれば、夏にリンクを貼っておきます。 あなたが行ける wfmrubs.org につながる。あしかでも行ったプロンプトを取ることができます。誰でも参加することが関係されます。wfmrubs.org、それは私のコミュニティにあります。この Canet Cedar Smaller e a 私のカレンダーにリンクを貼ってますあ。チャット GPT を中心に Q&A があります。そしてあなたがコンタクトセンター業界にいる、また私があなたと一緒に動くか、あなたを知っている場合、どうぞ。 私があなたを知らなくても連絡を取ることができます。チャット g p t と AI をコンタクトセンターやカスタマーサービスの領域でどのように使用するかについて人々から聞くのが好きです。どうぞ、私のカレンダー、リンクを活用してください。それについて話し合いたい場合は、お気軽にどうサイド式いただきありがとうございます。楽しんでいただけたら幸いです。